時に西暦1888年、人類支配を企む謎の組織ネオアトランティスに復讐するため、ネモ船長たちは稼働する最後の宇宙船を12年の歳月をかけ改造する。その名も万能潜水艦ノーチラス号。そして今日もネオアトランティスを追ってノーチラス号の航海は続く。今日も元気に頑張りましょうか。今日は何色にしようかなと。ブルーか。まあこの服はブルーだし、今日の気分もブルーだし、なんちゃってね。ブラは、あらやだ、もうこんな時間だわ。急がなくちゃ。どうせ誰に見せるってわけでもないし。ちょっちごわごわするけど、そのうち慣れるわね。おはようございます。変ね、誰もいないわ。どうしたのかしら。いくら船が固定中だからといって誰もいないなんて不用心ね。サブブリッジかしら。いない、いないわ。ここにもいない、ここにも、ここにも、ここにもいない。もうみんなどこで油売ってんのよ。仕事もしないで。ガーフィッシュが来たらどうするつもりなのかしら。おまけにネモ船長まで見当たらないじゃない。まさかまた私に隠れてエッチなビデオを見てるなんてことは、いえ、ありえない話ではないわ。ええ、きっとそうに違いないわ。絶対にそうよ。この間だってブリッジの掃除をしていたら、パネルの隙間からすっごくエッチな本が何冊も出てきたし、まったくこの船の男どもと来たらハレンチだったらあれしない。あといるとしたらこの部屋しかないはずよ。今日こそはあのハレンチ集団から一冊残らず全部没収してやるわ。見てなさい皆さん。おめでとうございます。何ですかこれは。やだなあ、今日は副長の誕生日じゃないですか。え、うん、驚かせてやろうと副長にはすまんが秘密にしておいた。そんな、私のために。さっきまで皆さんのことをただのスケベ扱いしていた自分が恥ずかしいわ。反省しなくっちゃ。皆さん本当にありがとうございます。さあケーキ、ケーキ。まあ大きなバースデーケーキ。副長、一気に吹き消してくれよ。こんなたくさんのろうそく、私に消すことなんて。ちょっと待ってください。 1,2,3,4,5,6。 どうして、どうしてろうそくが29本もあるんですか。おお、いやいや副長、昔からわしらは数え年といってな、そうやって誕生日を祝ってきたんじゃよ。のう船長。28歳の誕生日おめでとう。なんですって。ん、どうした副長。はっはっ、やだな船長、副長は今日で27歳。あっ、ちょっと、違うのか。違います。それじゃあ一体いくつに。そうじゃ、あ、今思い出した、副長は今日で26になったんじゃよ。なあ総田長。そうだそうだ、確かにそうだ。副長、つかぬことをお聞きするが、今日いくつになったのかね。18です。あ、18。ああ、本日のメインゲスト、エレクトラ副長にご挨拶代わりのとっておきの芸を披露していただきましょう。ではエレクトラさんどうぞ。そんな、私
何もできません。何？だって私、歌も楽器も踊りも手品も習慣芸も何もできないんです。なんだと？だって嘘つけ。本当なんです。皆さんお静かに。私にいい考えがあります。あなたは科学部長。副長も今日で18になったということですし、ここでその証拠を披露していただいてはどうかと思うのですが。証拠だ。そうです。副長のその服の下に隠された若鮎のように青く熟れたボディこそ、本日のトリを務めるにふさわしい至高の芸ではありませんか。そうか、それは理にかなっている。さすが科学部長。いやいや、礼には及びません。さあ、それでは本日のメインイベント。本日ただいま自称18歳になったばかりとのたぼエレクトラ副長が初めて見せる白い肌、ペッチペチのボデーだ。さあ皆さん、手拍子足拍子で迷える子羊を桃源郷にご案内。アソレフクチョアソレフクチョ。やっぱりこの人たちはただのスケベの集まりだったのね。さっき反省して損しちゃったじゃない。いや、絶対に嫌。船長、このハレンチなケダモノたちを何とかしてください。あんなにボトルが空になってる。構わん、脱ぎたまえ。船長、目が座っとる。わかりました、脱げばいいんでしょう。脱げば。おお、やったノーブラー。なんと無防備な。しかも意外とでかい。あ、いけない、私つけてなかったんだわ。こりゃ鼻血ブーじゃの。育ててきた甲斐があったというものです。もう嫌。ああ、逃げた。うん、それが当たり前じゃろ。しかしこのままでは続きが。いやいや、皆さん、その心配には及びません。うん、看護婦のイコリーナ嬢じゃな。グッドアイデア。よし、こうなったら次の目標は看護婦のイコリーナちゃんとは。ちょっと待った。あなたは測敵長のエイコーさん。いかん、それはいかん。寝返ったか、シーリー。副長の時は喜んでたのに。それはそれ、これはこれだ。彼女をかどわかすようなことは天が許してもこの俺が許さん。断じて許さん。ほんならどうするんじゃ。看護婦さん、俺のメッセージ聞いてくれ。